はい、こんにちは、スレドルトと申します。スーパーマリオメーカー実況プレイ始めていきたいと思います。ということで今回もスーパーマリオメーカーやっていきたいんだけど、前回はボム兵の超鬼畜コースをやってちょっと心底疲れ果てたので、今回ちょっといい感じの難易度のやつ4つ出ましたよ。これこれね、イベントコースのほら、アイルとなってマリオカに生息する巨大モンスターたちの脅威をかいくぐりキャンプ地からゴールを目指せ、このモンハンのコラボとか、あとねバッチトレイルセンター、これ一回実況でやったことだよね。あとこのゲップーとサタンバレーっていうあのマザーのコラボかな、ということでこの4つが、出たので、今回はこのイベントコース4つやってキャラマリオ全部ゲットしようかなと思います。どれいく？じゃあマリオカ行きますか。まあ、難易度的にはそんなに難しくないですね。 47% ということは一回もミスってはいけないってことよね、実況者としては。マリオカそう、モンハンもね、スプラトゥーンともコラボするらしいですけど、これはあれのボンドか、待ってね、これで、おーおー、でこれが来た、おはははは、歩き方ちょっとウケるな。あ、すげえ。これなんだっけ、あのアイル村とかのやつかな、ああいうアイコンとかだつ。すげえ、ジャンプするたびえらいうるさいな。これが巨大モンスターたちか。リオレイヤーとかリオレースとかと戦ってるこのアイルからしたらもう余裕でしょうね。あぶねえびっくりすることがあったらこれを押したいところな。あれも多分あれで、多分あれだよね。待って、これこっちにやればさ、あーごめんなさい、クリボーが自殺していく。こっちじゃなかったか。おい、危ない危ない。で、こう下がって。あ、走ったらこう、なんだろう、猫みたいになる。かわいい。おい。ここはいけないのかな？たっこの音何なんだろう、モンハンクロスとかの音なのかね。クロスとかはまだやってないんですよね。きたー、もうあれだね、110で終わりかと思いきや、もう一段できましたね。今後もこれはコラボがどんどん配信されていきそうですよね。 OK、 1個ゲット。あ、そういえばさ、なんかアップデートが来て、まあなんか検索、こう人が作ったコース、まあ視聴者というか見たか、あの作ってる方、ユーザーの方が作ってるコース検索できるようになったらしいんだけど、あのなんか普通になんか、なんだろう、バネとかあのボヨーンっていう感じ の、 あの空中に配置できるなんか、浮き輪みたいなやつとか、あとピースイッチで出てくる、あのピースイッチであの押すことで出現するドアとか、あとなんだっけ、クッパクラウンがシューティングみたいになんか火の玉を吐き出せるようになったりとか、結構アップデートがあったみたいで、すげえ楽しみなんだよね。そういったコースも作ってみたいな。ちょっと1個2個コースはちょっと作りだめがあるんだけど、なかなかちょっとコースの紹介はできてないので、あ、欲しい、あくれ、よし、あこれムキムキなの、こんなにこいつ昔やったよね、動物の森とかのあの欲しくて、バイトくんね、課金して欲しくして仕方ないという噂の。おい、お、でも意外にバイトくん難しそうな、あこれ死ぬぞ、あぶねえ、よし、オッケー、ウサギだからジャンプ力高いとかし、お、あぶねえ、怖い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 っす、怖くす、いや怖い、違うのか、あぶねえ、よし、あー乗った、オッケー、これ意外にむずいぞ、入って、え、あ、ここで、あぶねえ、ください、ください、キノコ、キノコ超跳ねてんじゃん、あんなとこで跳ねんなよ、よーし、OK、これは火の玉吐けないタイプだな、あぶねえ、よし、あーもう無理で無理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 、あーこれキノコか、あー怖い怖い怖い、さすが公式、ちゃんとしたコースを作ってますね。え？え？どうやんの？これ無理だよな。え？あれどうやって潰すんだ？あ、あった。俺は真ん中を選ぶ。
うおぉ、外れくせ。くっそ。あ、外れたから入れないんだ。じゃあ一番奥。手前ってことは多分ないんだよな。よし。OK。バチトリルセンターと何の関係があるか。さっぱり、わかんなかったけど、おぉ、かわいい。あ、こんな音だった。オッケー。なんか Wii U 版のバッチトレールセンターとか出ればいいのにね。この機械。なんか Wii U の方が飾りがいがあるんだけど俺。来た、バイトくん。こいつこの一覧に乗るほどのキャラクターだったのか。いずれスマブラ参戦なんかもあるかもしれんよな。さあ、ゲップ、マザーですよ。ゲップの姿を借りれば100人逃げ。秘密基地の中をヘドロの力でぐんぐん進め。ゲップに変身できるチャンスは全部で4回、全部見つけたあなたは今日一日すっきり過ごせるでしょう。そうかな。そう、マザーとかあれなんだよ確か、3がねバーチャルコンソールでこの前配信されたばっかなんだよね。マザー3のソフトとか1万円ぐらいだったかね、中古でなかなか手に入んないんだよね。それがまあコンソールでお求めやすくなっていいですね。うわーうわっ、最悪の動画にデジモンのヌメモンみたいだな。マザーズ昔やったことあるね。全クリはしてないけど RPG 全クリできない病が俺にはあるんで。危ねえ、あーゲップー、ゲップー。今確かあ、よし、2つ目のゲップ、景気よくこれゲップしていきましょう。すごいな、こんなキャラクターをこんなリアルなゲップをするキャラクターを出しちゃうっていう。よし、入れた。ここの上に乗ってないと入れないパターンのやつだ。あぶねえ。あ、3つ目のゲップ、どれだろうな。あぶねえ、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 あいつ、これでいいのか。これさ、ゴールしたらどんな感じなんだろう。あー、勝利音なんだ。ゲップが勝ってるけど。わー、いいね。こうやってなんか、スマブラみたいにどんどんコラボしだしましたね。てか、ゲップを選ぶあたり、ちょっとなんか分かってるな感あるよね。普通はネスとかなのにね。まあ、ネスはいるか。ネスはいるからか。それにしてもゲップなんだ、みたいな。サタンバレーってのはあれですね、土星さんが住んでる場所だったかな。ここはサタンバレー。土星さんたちが楽しく暮らしています。村には珍しい仕掛けがいっぱい。お家や洞窟、いろいろなところに隠されている土星さんを探してみよう。土星さんに変身したままゴールできたら今日の大一日ラッキー。そういうの押すな。サタンバレーようこそ。まあ土星さんでゴールしたい、できれば。わっ、これがサタンバレーの山なのか。なかなかここはもうこう行くしかないのかな。あ、あったあった。待って、こうやって、よし、あー、くそ、あー、意外に難しいぞ。よし、かわいいPSI の音になるんだな、サイの。あー、かわいいこれ何なんだろうね、土星さんって。もう何なのかすら分かんないけどね。あ、どうやっていくんだ。まさかこれで弾かれていくのかな。ない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 。なんかうまくいけんのかな。わあ、すげえ。あ、こういうジャンプ方法。あぶねえ。危ない。せっかくの土星さんが。これ怖いぞ。これ危ない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 。砲台がどっか行って。やばい、やばい、あー、土星さん危ない。し、死ぬすらある、し、死すらある、死すらあるぞこれ。危ない、どこ行って。よし、土星さんあるかな。ここか、土星さんの家。くれくれ、あー、やばいなこれ。土星さんじゃなくただの汚いヒゲのおっさんの旅になっちゃうこれじゃ。土星さん来た、危ない。土星さん行きましょう。今日も一日ハッピーで行きたい。今日あと18分で終わるけど、今日も一日ハッピーで行きたい。これ危ねえ、ういかわいさ振りまく
ジャンプ。あー、怖い怖い怖い。おいっと、あー、やばい。し、今日、今日が、今日が。くそー、いい音聞きたかったな。いや、でも、あっという間に、4つゲットしちゃいましたな。サタンバレーようこそ、次へ。おー、いいね。あの、あそこ空いてんのなんだ？モンハンの何かあんのかな？ハンターとか。サタンバレー、ゲップで、ベンツもゲットしたから。いや、1個なんか、空いてるね。モンハンな気がするな。モンハンがもう1個ぐらい配信されるんじゃないかなと思うんだけどね。職人、公式職人のやつとかもなんか、クッパとかが増えてんだよね。クッパ、カナ、ん？キャノンボールラン。クッパキャノンボールラン。なんだろうな。ちょっとこれ、ちょっと次回、ぜひやってみようかなと思います。その後、視聴者のコースも、挑んでみようかなと思います。じゃあ、今回4つも、ゲットしたので、まあ、終わっておきますか。ご視聴ありがとうございました。次回は難関っぽいステージに挑戦です。レトルトさーん。ああ、まあまあ、メイク。1個はほとんどの可能性でつかめんだな。頼みます！違う、違う、来い。ああやったーやったーすげーすげー